二塗りの門と、社殿参道の、出世の石段国定、二代、広重、江戸自慢三十六、京あたご三尾斜門の市三代、歌川広重、東京名所図へあたご山見原市の図あたご神社は、東京都港区あたご一丁目にある神社である。山の手線内では、珍しい自然に形成された山である、あたご山山頂にある。天然の山としては23区内で一番の高さ。 京都の阿タゴ神社が総本社である。防火、防災に霊源のある神社として知られる。2017年現在、天神社の名は、境内掲示板の由緒には書かれているが、公式サイトには書かれていない。この天神社は、江戸25天神で阿タゴシ長チ弁天ジ道書、アタゴシタチョウジ長弁天などと呼ばれるものと言われる。1603年、徳川家康の命により創建。 また、徳川家康が信仰した、将軍地蔵菩薩を誕生し、あたご神社を創建。同神社の本寺仏として、別当時の延福寺に祀ったことに始まる。明治の廃仏希釈により延福寺が廃寺になると、将軍地蔵菩薩像は、近くの新福寺に移されたが、関東大震災で消失。1934年の具法大師1100年、ご炎記記念として、 同性で復元され、現在は1997年に建設された新福寺、あたご東洋ビル1階外側に祀られている。寛永11年、江戸三大将軍、徳川家光公が芝の増上寺に参詣した帰り道、あたご神社の下を通った。あたご山には、原平の梅が満開に咲いており、それを見た家光公が、馬に乗って、あの梅を取って参れ、 と命じられた。しかし、あたごんの石段はとても急勾配であり、馬で石段を登って、梅を取ってくることなど、とてもできそうになかった。そのため、近所の家臣たちは誰一人動こうとしなかった。そんな中、四国丸亀藩の家臣、間垣平九郎が馬に乗って、石段を登り降りし、見事山上の梅を倒って、家光港に献上した。家光港は、太平の世にあって、 馬術の傾向を怠らない、平九郎の姿勢を称賛し、日本一の馬術の名人と称えた。そして、平九郎の名はついたちにして全国にとどろいたと伝えられている。この古事にちなみ、あたご神社正面の坂は、出世の石段と呼ばれている。AB 角川日本地名大辞典、編纂委員会編、角川日本地名大辞典13東京都、角川書店。 1978年、1004ページ、ABCDK 大掲示板、あたご神社トリビアその2、あたご神社、2020年4月7日閲覧。再選も、電子マネーで、イコール定番のご円効果。近年減少時事通信社2017年1月5日、閲覧。ありがとうございます。